風時と,と空とは、石坂洋二郎の小説である。1963年9月から1964年1月まで、週刊ヤアングレディに連載され、64年6月に、講談社から単行本として刊行された。1964年に映画化、1965年と1967年には、テレビドラマ化された。東北地方。 福島県出身の沢田滝子が上京してお手伝いさんになり、滝子が巻き起こし騒動などを明るいタッチで描いていく。東京に行って就職することを決めた滝子は大慌てする父親や家族らの心配をよそに、同じく東京での就職の決まったクラスメイトたちと共に福島を後にする。滝子は安川家のお手伝いさんとして働き始め、周りの人や 同郷の人たちに支えられながら明るく生きていく。ドラマ版での続編となった、続、風時と空とでは、安川家のお手伝いさんになって2年経った設定となっている。成人式も終え、女を意識し始めたたき子は、安川家主人、義、一郎の経営するゴム会社が倒産して、家屋も土地も全部売り払ったという深刻な家庭事情も相まって、 新たな仕事先の大内家へ移り、病弱な夫人に代わって、主婦、または子供たちの母親代わりとして働く毎日を送る。その滝子を中心に、周りの若者たちの結婚と人生観と、様々な問題も合わせて描いていく。1964年7月12日公開。制作、配給は日活。カラー、上映時間は86分。 日本テレビの月曜20時枠の時間帯で1965年10月18日から1966年1月10日まで放送された全13回放映形式はモノクロ 16mm フィルム石坂洋二郎原作の一連のシリーズの第一弾となった提供はライオン歯磨き一社キャストゲスト出演スタッフ主題歌素敵な数歌 ワニブチハルコ前作と同じく日本テレビの月曜20時枠の時間帯で1967年7月10日から同年10月16日まで放送された。全13回。放映形式はモノクロ 16mm フィルム。主題歌の素敵な明日も前作に引き続き使われている。提供は明治乳業一社。キャストスタッフ主題歌素敵な明日歌。 ワニブチハルコサブタイトル1967年7月10日付毎日新聞テレビ欄の番組紹介よりありがとうございます。